予防医学はスポーツドクター岩井、スポーツこそ最強の治療薬だ。はい、皆さんこんにちは、岩井です。今日はですね、何を食べればいいのかっていう質問に答えていきたいと思います。さあ、それでは行ってみましょう。結論から申し上げますと、カロリーはもう気にするなということになります。本当にですね、この多い質問ですね、こういう計算してるんですけどどうですかっていう質問がお客様から寄せられるんですが、はい、こちら食べたカロリーから消費するカロリー引くと、ね、それが食べたカロリーの方が多ければ太るし、消費カロリーの方が多ければ痩せますよということ。で、基本的に病院でね、指導されている栄養士さんとかは本当にこの式の通りに緻密に計算をしてですね、食品のカロリーを調べてという方が非常に多いかなというふうに思います。ドクターから来るですね、生活指導の指示についても、もう食事は千何百カロリー以下に制限してくださいというような指示が本当に多いですね。私はですね、このまず皆さんにこのカロリーというものに対する知識とそれに対する疑問をしっかり持っていただきたいなというふうに思ってるんですね。こちら私が感じるカロリーへの疑問を調べて書いてみました。まずですね、カロリーっていうのは何なのか、そもそも何なのかっていうと、その物体を燃焼ですね、燃やした時の、火をつけて燃やした時の出る熱の量なんですね。もうこの時点でもうカロリーがなんかもう太るとか痩せるとかそういうものとも全然関係なく、なんかチャッカーなんてポワッと燃やして、ポワッて燃えた時の熱量ってこと、全然もう関係ないことっていうふうに私は感じました。で、もちろんこれだとちょっと人体とね、人間の体と関係ないので、これを消化と吸収ね、どれぐらい吸収できるのかとかいうことに当てはめて、人が食べた時に発生する熱量ということにして研究が行われたそうです。で、2人の、ね、研究者によって研究された結果、呼気の成分で吐く息の成分を調べたり、体温の変化を調べたそうです。で、それによって出てきた値というのがこちら、炭水化物が4キロカロリー、脂質が8キロカロリー、タンパク質が4キロカロリーだったよっていうことなんですね。カロリーって、1カロリーっていうのはどういう熱量かっていうと、水の温度を1度上昇させるのに必要な温度になってます。実はこれ、ここの燃やした時の熱量っていう、シンプルに燃やした時の熱量はこの3つの成分ですね、それぞれこんなにぴったりしてません、484ってぴったりしてませんでした。それを人に当てはめた時に、ざっくり言うとこれぐらいじゃないかっていうのがこの研究なわけなんです。で、そもそもですね、私からの疑問はこの研究一体いつされたんですか、どれぐらい確からしい研究なんですかっていうのは非常に疑問です。で、私自身ですね、東京大学のリハビリテーション科で運動に関するもしくは健康に関するですね、研究をしようとしたことがありましたが、研究っていうのはですね、基本的に無理のあることなんです。なんか研究の結果こうだって言われるとすごい絶対そうなんじゃないかって思ってしまうと思うんですけども、まずその研究に使われた人数どれぐらいだったのか、人によって反応が吸収率も違うはずですし、発熱する熱も違うはずですので、例えば1万人だったのか、100万になったのか、1億になったのかによって全然研究の確からしさは変わってくるということになります。で、あとは時代ですね。私が、生まれた時からもうすでにカロリーっていうね、カロリー計算地獄みたいなのが始まってたと思うんで、私が生まれた時はですね、このスマートフォンとかもなかったですし、時代が変われば新しいどんどん進歩が生まれて、で、新しい計算式が出てくるっていうのが正論ですね。なのにもかかわらずこの計算式ずっと行われて、もう古いのではないか、もっと新しい知識がもうあるはずだというのが私の疑問です。そして、他の成分のカロリーはどうなのか、例えばアルコールは燃えますよね。アルコールランプってあったじゃないですか。アルコールも燃やしたら熱量出るんですよ、ね、アルコールの飲み物飲んだらこれ以外にもカロリーを持った成分が入りますということです。個体からの吸収率の差、人と人によって吸収率の差が全く違うはずです。体調が良ければしっかり吸収できるかもしれない、腸の状態が良ければ吸収できるかもしれない。それによって同じ、例えば一つの納豆のね、一パックを食べた時に、
93kcalってこれ書いてありますけれども、それを食べた時に何キロカロリー分吸収できるのかというのは人によって時によって変わってくるということになります。でこちら脂質でも良いもの悪いものがありますよ。じゃあサラダ油とオリーブオイル同じ 1g ですね、8キロカロリーあるとするんですけども、じゃあ8キロカロリーのサラダ油と8キロカロリーのオリーブオイル食べた時に、まあ、人体に与える影響っていうのはもう雲泥の差なんですね。サラダ油はもう体に悪い油、もうサラダってついてるからね、騙されちゃいけないんですけど、植物性の油っていうのはもう全部体に悪い油ですから、 今の研究上分かっているところですね。でオリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイルであればもう飲んでもいい油ですから、脂質によって、ね、太る太らないも変わってきますし、体にいい悪いが変わってきちゃうんですね。カロリーだけで計算できないもうここで分かってる。で次、加糖と諸糖の差です。これもね、なんか糖分はダメだとか言って果物を食べちゃダメだとかいう先生もいるんですけど、もう全然違うんですよ。こう果物の自然の甘みと諸糖というね、精製された砂糖による甘み、これの差というのは全然違いますよね。人体に与える影響、こちらは炎症反応を引き起こす、ね、アレルギー反応とかも引き起こします。こちらはもう超良質ですね。本当にビタミン、ミネラルね。そして水分摂取、これ全然違ってくる。糖の血糖の上昇のね、上がり方も違ってくると、全く別物ですけど、これに入ると、まあ、糖質ということで4キロカロリー一緒になってしまう。絶対に違うと思いますね。で料理法による差はということで、同じものをじゃあ炒めたらどう、揚げたらどう、焼いたらどうか、変化するはずだし、消化吸収のしやすさも変化するはずですね。ということで、もうカロリーはもう不明確、もう私からするともう意味が分かりません。カロリーって何なんですか一体。で不正確です。もう絶対この式は、ね、間違ってます。人によって違いますね。そして細分化不足、もっと詳しい脂質の中でもいいもの悪いもの、ね、炭水化物の中でもいいもの悪いもの、詳しい細分化が必要です。そして時代遅れ、いつからやってるんですか、いつまでカロリーに頼ってるんですかというのがもうぶっちゃけ僕の疑問です。じゃあ具体的にどういうふうに考えればいいか見ていきましょう。こちら、はい、納豆1パックが93キロカロリーでした。まあ、私がいつも食べてる、ね、やつです。じゃがりこの小梅味、ね、たまたま家に、ね、あったんですけど、じゃがりこの小梅味1パック256キロカロリーですね。コロン、大人の桜抹茶、ね、1箱469キロカロリーです。で、じゃあここ大体ね3倍5倍になってるんですけど、まあ、イメージしていただいて、僕がね最近納豆1パック毎食食べてるんです。朝昼晩3回そうするとこれと一緒なんですけど、っていうね、納豆毎日食食べてますよっていう人が来た場合と、私ね毎日じゃがりこ小梅味1パック毎日1日1回食べてますっていう人が来た場合、その生活を3ヶ月間続けてください。どっちが太りそうですかね、どっちが体に悪そうですかね。これ全然違うわけなんですよ。納豆1日ね1パック、あ、1日3パック食べてみてください。全然太りませんから。コロンね、大人の桜抹茶1箱毎日食べてますっていう人と、納豆毎日5パック食べてます私っていう人、3ヶ月間ね一緒に生活してみてください。こちらの方が明らかに体に悪い、明らかに太りやすいということが分かっていただけるかと思います。もうね、この3つ比較しただけで、このね、この式がいかにいい加減かというのが分かっていただけるかなというふうに思います。ぜひね、疑いがあるという場合はこのね、納豆実験やってみてください。1日5パック食べてみてください。全然太りませんからね、やってみてくださいね。はい、マジで太りますかという疑問です。そして、この何を食べればいいのかということに関しては、健康という観点からの本質的な見方が必要です。ここにダイエット、イノベーション、変わっていかなければいけない、変化していかなければいけないという私の思いが込められているわけです。答えはあなたの体の中にある。これをイメージするだけで、私たちの体というのはどっちが体に悪そうだ、どっちが太りそうだって分かるような感覚というのがもうあなたの体の中にあります。ですから、いちいちね、こういう計算をする暇があるならば、その時間をもっと有効な時間に変えてください。エクササイズね、ものを持って、
計算する暇があったらこれ10回できるはずです、ね、セルフケアであれば計算する暇があれば10回ぐらい肩揉めるはずなんです。でそういうふうにどんどんあなたの体の中にある感性を高めていくこと、これをしていただくことで自分のご飯の選び方が分かっていくというふうに思います。もちろんもっと詳しいですね、これは食べていいのかこれは食べてはいけないのか、どういうふうに食べればいいのかっていうことは個別に相談に乗っていけるようなシステムを作っていこうというふうに思っています。今回何を食べればいいのかというところに関して、もうカロリー計算しなくていいよと、私自身ですね、今まで生きていてカロリー、食品の表示ですね、カロリーを見た時というのは3回ぐらいしかありません。今もほとんど見ないですね。いい加減なことしか書いてもありませんので計算しては意味ないです。そういったことをお伝えしたいと思います。ちなみにですね、少しスピリチュアル的な話になりますが、ずっとカロリーのことを頭に思い描いてカロリーを計算して、カロリーのことと触れ合う触れ合うほど理論的にはカロリーが引き寄せられてくるということになりますので、私もねちょっとね今年カロリーカロリーカロリーって意識しているとカロリーのものが引き寄せられてくる、これを感じてますので、カロリーが頭の中を排除して健康というところね、真の健康、こちらを頭の中に入れていっていただきたいなというふうに思います。ご清聴いただきありがとうございました。皆様も健康的なダイエットの成功、これを心から応援しています。一緒に頑張りましょう。